げん上にある車輪状の道具が野源車、下にある船形の容器が野源。合わせて日本語では野源という、千葉や赤坂村立郷土資料館所蔵。野源とは、薬剤などを引いて粉末化したり、すりつぶして汁を作ったりするための、世界に偏在する伝統的器具である。船形の溝を掘った天の野源と、軸のついた車輪状の引き具。 野玄者からなる。日本語では薬おろし、薬おろしともいうほか、三精堂、第一輪第三版は、き下げを異名として挙げている。中国語では、薬点と言い,い、引き具の方を薬店し、天の方をそうと言う。朝鮮語では薬点と言う。また、中華圏における薬店を日本語では薬店と言う。英語名は、イギリス英語で、ケミスト、エスモルタル。 アメリカ英語で、ダラギスト、エスモルタル。材質は中に入れる材の種類と成分に対応して、異なり、石、木、青銅、真鍮、青磁、白磁、陶器、中鉄、ガラスなど、多種多様である。かつては、石製のものが多かったが、21世紀においては、金属製が多い。中央に、くぼみのある船型の器具と、中央に握り手の部分となる軸を通した。 鍵盤状の車輪を組み合わせた道具である。薬剤や顔料用鉱物など粉砕したりすりつぶしたりしたいものを野源のくぼんだ箇所に入れ野源車の取っ手を両手で握って体重をかけながら前後に往復させることにより押し砕くもしくはすりつぶし粉末化したり汁を抽出できる状態にする。古くから顔料の製造にも使われてきた。 唐辛子の調整などにも利用された。また、花火用の小石を作るのにも用いられた。日本では、小舟部分の断面は V 字型となっているところから、城の防御施設において、断面 U 字型の空彫りを、箱彫りなどというのに対し、断面が V 字型の掘りを、やげん彫りと称した。ありがとうございます。